皆さんこんばんは、おしゃれでございます。さあ、やっていきましょう。さて、行きましょうか。テック洞窟、そして監視者。ということで、いよいよね、テック洞窟、まあ、アークの中でも、まあ、難しいエンドコンテンツと言われているテック洞窟に今回ちょっと挑んでいこうと思います。はい、いよいよですね、本当に。なんか、感慨深い。ようやく俺もテック洞窟に挑む時が来たかと。まあ、一番簡単なガンマですけど。はい。で、今回、テック洞窟を攻略するにあたって、どういう方法で攻略しようかなって思ったんですけど、まあ、一応候補は上がってて、ティラノ軍団でゴリ押す、サボテンスープ飲んで、グライダー使ってスルーする、あと、ロックドレイクのステルスモードで駆け抜けちゃうっていう、この3つが、まあ、一応俺ができそうな戦法だったんだけど、まず1つ、ティラノサウルスは、基本的にサバイバー全員で乗ってかないと、ちょっと溶岩に落っこっちゃって、あんま安定しないってことだったんで、これはちょっと却下、ボツで。で、2番目のサボテンスープ飲んでグライダーでゴールまで行っちゃうっていうのは、道が分かってないとちょっと失敗しかねないってことなので、ちょっとこれも初見なんでね。はい、初見なんで道が分かってないんで、ボツ。なので、俺ができそうなっていうか、まあ、俺ができる中での固い攻略法は、ロックドレイクのステルス機能で駆け抜けることだと思ったので、今回はロックドレイクのステルス機能を使って、テック洞窟を攻略しちゃおうと思います。はい。なんで、連れていく生物はロックドレイクとカワウソだけっていうね。うん。なんという。で、テック洞窟のゴールにたどり着いた後の、まあ、感謝戦、まあ本番だよね。感謝戦に関しては、戦法として、はい、こちら、テックシリーズ、まあ、テックシリーズっていうか、テックチェストピースを着て、ずーっと上空を飛んでて、上からショットガンとかテックライフルで撃つという、そういう戦法でいこうと思います。はい。まあ、ソロでやるときの一番硬い戦術よね。ここまでやったエンドコンテンツの割には、使ってる生物が少ないっていうね。なんか、ソロでやろうとすると、意外と生物いらなくなるよね。なんか知らんけど。じゃ、供物を入れて、オッケー、光ったね。さてと、いよいよですか。ここか、これを押すと、この門が開いてテック洞窟に行けると。本当俺もついにここまで来たんだな。じゃあ、行きますよ。一斉のせ。これでいいの？あ、おお、開いた！おお、開いた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 。え、あ、そんだけしか開かないの？もっとガバって開くもんじゃないのこれ。すげえ、中途半端にしか開いてねえじゃん。まあいいわ。とりあえず、じゃあ、ロックドレイクに乗った状態で行かない方がいいよね、多分。ああ、タイムカウントが出たわ。入れる、ロックドレイク。ああ、よかったよかった、入れた、入れた。なんか、ティラノサウルスとかでさ、なんか乗ったまま入ったりすると、なんか死んじゃうっていうか、聞いたんだけど、ロックドレイクは大丈夫なのかな。さて、なんかすごいモヤ出てるな。こんな、ああ、消えたわ。ごめんなさい。入り口入ってちょっと進んだところでエラー落ちしちゃったんで、もう一回、最初から入り直しました。まあ、入り口付近だったからそんな変わんないでしょ。よしよ。さて、じゃあここからもう、使っていきましょうか。ステルスモード。あー、いるね、アロサウルス。そっか、メガロサウルスもいるのか。カプロスクスもいるじゃん。なんか、厄介生物いっぱいいるな。うわ。うわー、あのユーティラヌスいいな。ピンティラじゃん、ピンティラ。あ、なんかちょっとおかしいわ。いいなー、これ。さすがに触ったらアウトだよね。オッケー。そう、今、イースターイベント中だからさ、イベカラが湧いてるんだよね。うわー、チキショー、なんかいいカラーニングが見つけてもさ、手が出せないっていうのを考えると、ちょっとなんか残念だね。レベル上限も突破してるだろうから、もしテイムできたらいい感じになりそうなんだけど。なんかもうちょっと生物みっちり詰まってんのかなって思ったら、意外となんかスカスカだね。結構ギチギチだと思ったら、あ、メガロサウルスが起きてる。あれ、多分スタックして寝れないんだな、そこで。珍しいもの見れたな。なんかもうちょっとスカスカじゃねえ、もうちょっとみっちりしてると思ったんだけどね。なんか全然スカスカじゃん。まあこれガンマだったらティラノサウルス1匹か2匹ぐらいで道中行けたんちゃう？これだったら。なんか。まあそんなこと言ってたりすると死ぬんだけどね。で、これ道順合ってんのかな？道なりに進んできゃいいんだよね。あ、気づかれないもんだね。今、ちょっと真ん中スッと通り抜けちゃおうと思って行ったけど、気づかれないもんだな、意外と。ただ、ちょっとどっかでさ、スタミナ回復したいんだけど、スタミナの回復。スタミナの回復をしたいんだが、できる場所あるかな？どんどん下に行きゃいいんだよね、多分。下に下っていけばいいんだよね。なんか、グライダー？その、ソロでやるとき、グライダーで行く戦法があるってことは、おそらくその、
下に降りていくことを考慮してるんだと思うんだけど、うわ、ここはちょっと地獄だな。これ大丈夫、失礼しますよ。あー、オッケーオッケー、いけたわ。あー、いいな、なんかいいテリジノとか上からのテリジノいるじゃん、いいな。なんかわー、テイムして、あ、バリオもいるんだ。てかディロオサウルスいるじゃん。お前ここの場にふさわしくないだろ。ちょっとどこかで休憩したいんだけどな。ちょっとそろそろスタミナやばいな。ここ大丈夫かな。テリ大丈夫、テリに気づかれるか。ここちょっと大丈夫かな。あ、大丈夫だ、よかったよかった、大丈夫大丈夫。一応スタミナ、まあスタミナもうちょっと鍛えておきたかったね、このロックドレイク。一応ね、最近ねブリーディングしてたばっかりのロックドレイクだから新参なんだよね、この子。実を言うとあれ、メガロサウルス起きてるな。あれ、寝ているメガロサウルスどこ行ったんだ。あれ、ちょっと待って、今夜になった、もしかして。あ、まだ、いや昼だな、おかしいな。え、ここの下でいいのか、この下で合ってるよね。なんかあそこゴールっぽいんだけど、え、ここまで来ちゃったけど大丈夫かな。なんかえ、ただ下にどんどん下ってってるはずだから、これでいいはず。おお、出た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 、テック洞窟名物、最後の関門のギガノトサウルス出た。あいつか、なるほど、こいつなのね。溶岩によく叩き落とされることで有名な、まあ落としにしたいと言わんばかりの。でもまあちょっと落とさずとも大丈夫でしょ。足元失礼しますよ。はいはい、いや、どうも失礼しました。はい、どうも。オッケー、来たぜ。あ、そうかそうか、ここは極寒なんだ。よいしょよしよしよし、オッケーオッケーオッケー、これで着替えて大丈夫だね。カワウソ巻いてるよね、これ大丈夫だよね。ここまで来れば確か敵は出ないよね。うわー、すげえ、アイスタイタンじゃんこれ、ほとんどアイスタイタンっていうか、エクスティンクションの洞窟全般的か、これ。そうだね、この辺りのさ、この床の感じとか、エクスティンクションの洞窟でよく見たやつじゃん。ここがモデルになってたんだね。エクスティンクションの方が後だよね、テック洞窟より。あ、これか。これが監視台のボスターミナルだな。これか。よし、じゃあ、ちょっとここで準備をもう一回、最後の準備をしましょうか。で、ちょっとロックドレイク。ロックドレイクって、ここ、まあ、この後、ここの多分端末に触れると、監視者のボスエリアに飛ぶはずなんだけど、その時、ロックドレイクは連れていけないらしい。はい。まあ、なんかボスアリーナに行けない生物の中の1匹らしいのよ、ロックドレイク。だからここに置き去りにされる。で、ここに置き去りにされるということは、そのまま消失するっていうことなのよ、テック洞窟での中だから今。だから、ちょっとね、今、試したいんだけど、これ、あ、しまえるしまえるしまえる。そうそうそう、クライオポット、はい、これ、ここでは使えない。そう、ここではクライオポットが使えないのよ。だから出すことができない。ただしまうことはできるって聞いてたんだよ。だからロックドレイクが消えないようにするためには、クライオポットにしまっておかなきゃいけないっていうね。はい、そういうことです。さて、じゃあちょっとあと他に準備として何かあるかな。まあ、ちょっとロックドレイクのこれはもういいでしょ、ここに置いといて。テックどこまで切れるかな、これ。まずチェストピースはこれ着なきゃいけないでしょ。で、足、そうだ、なんだっけ、回復するときとか、飯食わなきゃいけないときは降りなきゃいけないから、これ足でしょ。で、レギンス、あー、ここで寒いな。あ、でも、ダメだね。そっか、フルテックはダメだ。ん？いける？フルテック。カワウソ巻いてればフルテックいけるか。ギリギリってところだな。あ、テレポーターパッド起動だって。おー、あ、なるほど、こんな感じになるんだ。なるほどね。あ、なんか いつもと違うな。いつもと違う感じっすね。あれ、これカワウソ下ろしてた方がいいか、これさすがに。飯は、ちょっと待って。カワウソにもちょっとご飯をしっかり持たしておかないと。あー、カワウソ外すとすぐにもう体力持ってかれちゃうね、これ。さすがにやっぱこれ、まあ、フルテックである必要ってないよね、多分。
あ、意味ないわ。カワウソがいなきゃどの道意味ねえわ、これ。まあ、とりあえずちょっと早、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 カワウソ巻きたいから早してくれ、お前。いつまで待たせんねん、お前。あ、いつもだとボスアリーナのなんか背景みたいな映像出るけど、今回はただの蜂の巣だね、これ。蜂の巣っていうか、蜂の巣っていう例え方もおかしいかもしれないけど、蜂の巣型だね、これ。来ました。おい、バグったんじゃねえだな。ああ、よかった、びっくりした。あ、カバソ来てる。オッケー。よし、オッケー。おー。ここが監視者だよね。あ、地球あるじゃん、地球。ほらほらほら。多分あの光が監視者かな？ん？あ、ドラゴンいるじゃん。ドラゴンいて、あ、ブルードマザーいるじゃん。じゃああれは、ああ、メガピテクスいるじゃん。お猿、雑巾ね、雑巾。あ、これさ、あ、あ、これボスアリーナじゃん、これ。あー、ボスアリーナだ。あー、これ全部ボスアリーナを見れるようになってんの。え、あれボス見れるかな、ボス。さすがにボスはいないか。へー、あー、じゃあ俺らはずっと見られてたってことか。さすが監視者。あー、もうあれじゃん、ほら完全にドラゴンだよ、この間戦った場所。そっか、見られてたんだ、監視されてたんだな。ここで高みの見物決め込まれてたわけか、バカ野郎お前。俺の勇姿、俺のボス討伐の勇姿を見てまだあいつ勝てると思ってんだ、監視者。うわー、バカじゃねえの。で、これが地球でしょ。なんか、ん、地球っぽくない、なんか地球っぽくないな。お、お、なんだこれ、なんかテックジェネレーターみたいなのがある。あー、ディプロドクスか。ああ、ドードになった。え？え？ちょっと待って、ドードの股間からディプロドクス生えてんだけど。やめろよ、なんか卑猥じゃねえか、お前。俺のディプロドクスが。ちょっと、不適切な表現が入りましたので、カットしておきました。はい。さっさと行きましょう。バカなこと言ってねえで。ああ、これは地球じゃん。これアフリカ大陸でしょ、これ。これは地球だね。あ、もう、またあった。何、また、ドードーのドードー。あ、なるほどね。ドードーのドードーじゃなくて、もう俺のドあ、もうこれ地球だ、完全に。地球じゃないですか。これジャパンある、ジャパン。我がジャパンはあるんですか、これ。まあいいや、あ、いいや、見なくていいわ。てか、腹めっちゃ減るな、これ。腹。めちゃめちゃ減るやん。やっぱ寒いな、ほんと。監視者エリアこんなに寒くする必要ある？あ、でもあれか、スーパーコンピューターみたいなもんだから冷やしておかなきゃいけないのか、これ。そういう理屈かな？なんか、監視者って機械みたいなもんだろ？なんかでっかいインプラントみたいなやつで。それ考えると、あ、そっか、冷やしておかなきゃいけないのか。これも地球、え、地球じゃなくね、これ。え？なんか映画のバイオハザードみたいになってっけど、これ。これ全部茶色になってんじゃん。あ、これ分かった、これ分かった。エクスティンクションだろ、これ。これエクスティンクションの地球だろ。これ地球か分かんねえけど。これエクスティンクションだろ。なんか赤くアラートなってるし。なるほどね。そういうことか。で、こっちは？こっちは？あー、え？誰？え？誰っすか、これ。なんかジュラシックパークのなんかなんかゲノムくんみたいな、DNA くんみたいなのが出てきてるけど。結構さ、エリア広いね。ボスエリアだけかと思ってたんだけど。あれ、ここ下は？あ、これ、あ、下アイランドか、これ。え？あ、あ、支給品クレート。お前が落としてたのか、監視者。アイランドでしょ、これ。あ、落ちてってる、落ちてってる、落ちてってる。落ちてってる。へぇ、なんかこんな急にピューンって落としてたの。すげえゆっくり降りてきたけど。バカ野郎、じゃあこの速度でそのまま落とせ、お前。お前、ゆっくり降りてくんのをずーっと下で待ってなきゃいけない。こっちの目にもなってくれよ。この速度で落とせよ、お前。赤くれ落とさないの、赤くれ。赤くれは？赤くれ落とさないの？ケチくさくね？ちょっと待って、これさ、もしかしてなんだけどさ、実はさ、こっち側の床なんかもうちょっと見えるとかある。ちょっとせっかくだからさ、ゆっくり見よう。あ、見えねえわ。なんも見えねえわ。あー、でもこれ、すげえアイランドじゃん、ほんと。で、赤くれは？赤くれ。ちょっと。まだまだ欲しいもんいっぱいあるんで、赤くれお願いしますよ。それともガンマだから落ちないとか。
これさ、こっち側に行けたりするの？あ、さすがに行けないか。これで行けてそのままアイランド帰っちゃったら、それは何しに来たいのお前って話になる。これさ、上から見たらあんのかね？こいつ。これ。これ上から見たらあんのかな？あ、これあれだろ！これアークだろ！アーク！これアークでしょ？ほら。これ多分アイランドだよ。で、向こう側にあるのはなんか別のマップでしょ？これ。別のアークでしょ？あ、ほら、宇宙だ、宇宙。絶対これアークだ。ほら、絶対アークだ、これ。お前。ちょっと待って。どういう状況だ、今。え、なんかすげえ食らってんだけど、これ。